皆さんこんにちは。コズメズ八頭神かなた役の木津翼と八頭神なゆた役大崎夏希です。僕たちが出演するパラドックスライブオンステージブルーレイが2022年の2月25日に発売となります。イエイイエイ。はい、なんか出たぞ。なんだこれ。この質問に答えよという。お前さっき俺のこれ。はい、ということでね、なんか出てるんですけど今テロップが、こちらにですね、なんと双子を演じるお二人がこれは息ぴったりだと思った出来事がもしあれば教えてくださいということなんですけど、ありますか？ありますか？いや、なんでその質問に対して質問で来るのよ。おかしいでしょ。でももともと僕たち自身もその、役者木津翼と役者大崎夏希としての、関わりや親交というものはあったので、なんかこうね、なんか息ぴったりっていうか、これ言っていいのか分かんないんですけど、めちゃくちゃ家が近かった。あれはもうぴったりすぎてね。ぴったりすぎてね。ぴったりすぎてびっくりした。お互いに、今日どこの駅から来たのとか、それどこどこって深掘りしていたら、まさかの徒歩30秒のところに住んでました。30秒。それはもう完全に、息ぴったりではないですけど、場所ばっちり。土地ぴったりみたいな、ね。土地ぴったりみたいな、ね。土地ぴったりみたいなのがありますけど、でもなんかこう、作品を通してね、なんかこう、なんか目線があったりとか、するところは、すごくなんか息が合ってきたのかなっていうふうに思うんですけど、そうだね、どうですか？やっぱそのダンスとか、ダンスというかこのライブの時とか、芝居にファッション、本当にこう見た時に、ね、見てるって。いや、そのさ、見た時にさ、あ、見てるがおかしいの。見たとこに嬉しいなって。あ、そういうことね。兄貴って思うよ。兄貴って思う。兄貴って思う。でも大崎としては、お、見てる。お、見てる。違うのよ。違うのよ。目あった。目あったじゃない。でもね、そんな息ぴったりなところもね、多分どんどんこう回を重ねるごとにね、息ぴったり度がね、どんどん増していくと思うのでね。千秋楽も突き抜けていくから、ね。突き抜けて。息ぴったり度も。はい、もう頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい。2問目に行きましょうか。はい、こちら出ておりますけどね、質問2問目。自分たちの、だいたいこっちからやけど、だいたいこっちから、自分たちの、ちゃんと目線は完璧向いてる。自分たちの人物を一番だと思うポイントを教えてください。でもこれはね、やっぱり、舞台を通してでもそうなんですけど、やっぱり兄弟愛ですよね。そうだね、ここは負けないね。確かに人数感っていうもので言えばね、あかんやつらだったり、TC はね、こう5人いたり4人いたりで、ベイでも3人いて、しかも色があってなんですけど、僕たちはやっぱりその兄弟愛、これこそ息ぴったりだね、ライブ感というか。そうだね、そこは絶対にこう負けたくないなというか、皆さんね、こうステージに立って、他のチームがステージに立ってライブをする時もステージの大きさは変わらないので、そうだよね、僕たちは人数が減るというかね、多いところは5人いるけど俺たちは2人だから、でそこはもう隅から隅まで動き回って使って、結構当初より激しいハードめなライブとなっております。はい、びっくりしております、自分自身も。で今日はね、3曲か。そう、今日は、そうなんです、今撮ってる時が10日のお昼で町根公演だったんですけど、コズメズとあかんやつら のライブパートだったんですよ ね、日替わりパートで。これ、一つ言っていいですか、過呼吸になりそうだった。ほんまにしんどかったね。それしんどいとか言っちゃいけないです。そうだね、これは勝手でお願いします。しんどくないですよ。しんどくないです。全然そんなことないんですけど、気持ちはもうめちゃくちゃ上がって、そう、だから気持ちが前のめりになりすぎて、ただ俺らって言った時、俺そのままもう召されていくんじゃないかなって上からヒューってなって、俺うつむいた昨日もで、顔もわからんかと思う。でもそれぐらいね、僕たちも必死にこのライブ絶対誰にも負けない気持ちでね、やっておりますので、そちらの方も見どころですのでよろしくお願いします。お願いします。それでは、最後の締めコメントへ参りたいと思います。どうぞ。というわけで発売をお楽しみに。特典には、はい、稽古場のね、いろいろもうカメラずっと回ってたんですよ。そうなんですよ。なのでね、その役者たちのこの作品を作り上げてきた日々、そしてこの舞台の裏側を、ぜひ、楽しみにしていただけたら嬉しいです。はい、ということで、はい、それではまた。バイバーイ。